こんばんは、こてつチャンネルへようこそ。ということで、定期的にこてつを出さないとクレームが来るので、ちょっとこてつを出します。はい、この間ボサボサですって言いながら全然散髪に連れて行ってあげてないんで、というか俺も髪、自分の髪を切りたいのに全然ちょっと時間がなくて行けてないんですけど、はい、いつもの通りカメラにらみつけてますが、はい、あれからまたちょっと伸びましたんで、皆さん見てください。見にくいかな、この顎の下とかね。最初の頃のこてつにだいぶ近づいてきました。たてがみというか、この顎下のやつとかね、結構伸びてきました。まあ冬なんでちょっと整えて、ちょっとね、長い目のまたこてつにしようかなと思うんですけど、ちょっとみんな見したって、みんなに見してあげて嫌がってますはい、さっきは結構元気よく動いてたんですけどね。はい、見えましたか、この顎下の毛がちょっと見えがいいはいはい、指噛まなくていいよ。すぐかじってくるんですけどね。はい、まあ相変わらずこてつです。ちょっとお散歩動画も撮りたいんですけど、俺自身がなかなか時間がなくて、ちょっとね、最近バタバタ立て込んでまして、はい、ちょこっとライブ行ったりとかね、するんですけど、なかなか日中の時間がなくてね、散歩できてないですが、ちょっと怒り気味ですけど、はい、ということで、こてつでした。今日は何もネタがなくてすいません。また、こてつネタで何かあげたいなと思いますんで、よろしくお願いします。それでは、はい、バイバイ。バイバイ。